皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、マーティン・テイラースタイルジャズギターということで、その名前の通り、マーティン・テイラーさんというジャズギタリストの方がいらっしゃるんですけれども、その方のスタイルで、ジャズギターっぽいことをやってみようかなと思います。とりあえず先に言っておきますと、めちゃくちゃ難しいです。けど、できるようになるとすごく面白いので、ぜひともチャレンジをしてみていただけると嬉しいなというような次第です。とりあえず弾いてみますね。完成形こんな感じになる予定です。これを今回練習してみようということですよ。とりあえず練習に入る前に3つほど前置きをさせてください。とりあえず1つ目、この今回の動画の流れの内容は、そのマーティン・テイラーさんという方が昔出されていた教則ビデオの、フィンガースタイルジャズギターという内容そっくりそのままです。僕はそのビデオすごくおすすめなんですけれども、現在かなり入手困難だと思いますので、こんな動画を作成してみようかなと思った次第なんですよ。もし興味があってですね、そのビデオが入手できそうだったら、多分 DVD もあると思うんですけれども、もしその DVD もしくは VHS ビデオが入手できるようだったら、そちらもぜひチェックしてみていただけると嬉しいなというような感じです。2つ目、I've Got Rhythm という曲をモチーフにやっていくんですけれども、この曲、全然ご存じない方多いかと思います。もしこちらも興味がありましたら、I've Got Rhythm、YouTube でガッと検索かけてみて、いろんな演奏を聴いてみてください。僕が前に小ネタフレーズとして挙げたやつでもいいですし、上原ひろみさんの演奏でもいいですし、あと有名なのがエラ・フィッツジェラルドさんというすごい有名なジャズシンガーの方がいらっしゃるんですけども、その方の I've Got Rhythm とかすごく聞きやすいです。普通に歌なので。I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more みたいな感じで歌ってるので、それもすごい聞きやすいですということです。で、3つ目は、今回の内容はですね、結構難しいので、もしかしたら分からないところが多々出てくるかもしれません。いつも僕は動画内で、この分からないっていう人がいないように、すごいいろいろとこう組んで、なんていうんですか、簡単に説明したりするんですけども、今回は割と内容が難しいので、結構もうこんなの知ってるよね、普通だよね、みたいな感じでパパパッと言うかもしれませんが、その辺は気合で理解をしてくださいということです。前置き終わり。そして、今回こんな感じで楽譜を用意しておりますので、こちらも参考にしながらやっていただけると嬉しいなというような感じです。僕が弾いている内容そのままの楽譜じゃないんですけれども、このアレンジじゃないか、このそれぞれの素材をですね、ちゃんと合体して自分なりにアレンジしていけば、こんな感じで拍手の方もありますので、こっちの拍手の方に自分なりでアレンジして書き写していけば、僕がやった今のスタイルが、絶対にできるはずです。いろいろと勉強みたいな感じですけれども。ぜひトライしてみてください。それでは、前置きが終わったところで、見てみましょう。まず、I've Got Rhythm という曲ですね。ベース音を拾うところから練習をしたいんですよ。あの曲、最初は G コードです。G、6弦3フレット G。そして Em、で、Am、で、D7。で、その次は Bm、Em、Am、D7。もう一度 G E A D B E A D。 とりあえずこう何でもないこのベースの単音を拾うところからスタートしてみましょう。スラスラ弾けるようになんとなく慣れてきたら、この間をですね、パッシングノートという言い方をするんですけれども、ベースラインを埋めていきます。とりあえず3フレットを弾いて、薄い。
とりあえず3フレットを弾いて、で、その次、7フレットに行くじゃないですか。で、その次5フレットに行って、5フレットに行くと、ドゥン、ティン、ドン、ティン、こんな感じで。この合間合間の音を、なんていうんですかね、このまるで歩くように、ウォーキングベースという言い方もしますけれども、パッシングの音を入れていきます。どうやってやるかというと、3フレットからスタートして、この目標地点、このゴール地点の上から下から、上か下、どっちかから進めましょう。こんな感じで、下からでも OK です。ここの場合も、このゴールに対して下からでも OK。で、このゴール地点の下からで行くと、こんな感じのベースラインになります。でも、上からでも OK です。こんな感じで、1フレット上から着地する。ここも1フレット上から着地する。ここも1フレット上から着地する。こんな感じで。弾く、目標地点の上か下、地下から攻める。着地。で、その次、この目標地点の上か下か、どっちかから攻める。着地。で、その次、この目標の以下略、着地。こんな感じでやっていきます。そうすると、これだけでもなんだかジャズっぽい雰囲気になるんですよ。不思議ですよね。目標地点は3、そして7、そして5、次は5、で、その次、7、書き切れるかな、これ。書き切れないですね。まあ、その後続くわけです。スタート。どっか引いて、着地。何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 か引いて、着地。もう本当、この繰り返しです。ちょっともう一回確認してみましょうか。最初のこの基本の着地地点は、これです。で、これにウォーキングベースを入れていきます。お、こんな感じで。そうすると、もうこれだけジャズっぽい。こんなベースの作り方だったりします。ね、着地するためにどの音を選んだらいいかっていうセオリーはもちろんあるんですけれども、結構それ、一からやっていくと難しいので、とりあえず上か下どっちかが着地すればいいやっていう理解で、解釈で、最初は全然 OK とさせてください。すごい適当に弾いてるのそれっぽいですよね。で、なんとなく慣れてきたら、その楽譜の3段目のところからですかね。最初、こういって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 、そして、こういって、こういって、こういって。で、後半部分が G、C シャープ、C、F。G、C シャープ、C、F。で、ここから素早く B、E、A、D、G。もう一度やってみます。後半部分。G、C シャープ、C、F。で、ここから素早く B、E、A、D、E、G。おう。こんな感じになります。なんとなくできるでしょうか。僕は結構さらっと喋りながらやってる、簡単そうにやってるから、簡単そうじゃんと思ったりするかもしれないんですけども、意外と考えながらやっていると、おお、どこやー、ここかー、ここかーっていう感じで、結構頭パンクしそうになるかと思います。とりあえずそんな方はですね、プリンターお持ちの方限定になってしまいますけれども、この上の部分ですね、4段。このベーシックベースって書いてあるところに自分で上から行こうか下から行こうかもうどっちでもいいです。もう自分でお好きに決めてこの間にこう数値を書き込んでいってください。で、これを一つのルーティーンとして何回も何回も弾いていけば必ずできるようになりますので、ちょっとそんな練習をしていただけると嬉しいなというような感じです。ウォーキングベース、うまくアレンジできましたでしょうか。このベースができたらその次ではメロディーを弾いて、いきたいなと思います。うまくできなくても、うまくできてもどちらでもいいんですが、なんとなくここの勝手が分かったら次の動画に進んでみてください。それでは次にどうぞ。